あの投げ方かっこいい、そう思ってプロ野球選手の真似をしたことがある方も多いのではないでしょうか。それと同様にプロ野球選手自身が他の選手のフォームを真似ることもあります。しかも真似るのが上手すぎていつの間にか自分のものにしてしまったというケースまであるようです。今回は完コピレベルのフォームから言われてみれば似ているものまで、ピッチングフォームに関するそっくりさんたちについて紹介します。作新学院高校時代に甲子園の優勝投手となり、ドラフト1位で西武に入団した今井達也。自身が他の選手に真似されるような存在でありながら、ピッチング技術を高めるため球界のエースたちのフォームを次々と取り入れていくとは向上心の塊と言っても良いでしょう。高校時代には大谷翔平のフォームを参考にし、アンダー18野球日本代表のエースとして優勝にも貢献。そしてプロに入るとダルビッシュ有、岸孝之のフォームを次々と真似ています。どのフォームで投げても再現性が高いだけでなく、ストレートはきっちり150キロを超えており、実用性の面でも十分。今井の野球センスと身体能力がずば抜けているということでしょう。フォーム以外にも球種やトレーニング方法などで他の選手からの助言を積極的に取り入れている今井。自分自身が満足できるフォームを見つけ、課題であるコントロールを安定させ覚醒する日が待ち遠しいですね。中日の鈴木博士は2017年のドラフト1位でヤマハから入団、背番号は46です。社会人出身のドラ1ピッチャーが46とは意外な感じもしますが、46番は鈴木が目標とするクレイグ・キンブレルの背番号で、鈴木本人が希望しました。キンブレルはメジャーリーグを代表するクローザーで、浮き上がるようなフォーシームを武器に三振の山を築いていますが、キンブレルといえばやはりキンブレルポーズが有名です。上体を水平に倒し、右腕をぶら下げて投球コースに視線をロックオンするような独特なポーズで静止してから投球動作に入るのがキンブレルポーズで、鈴木はこの独特なルーティーンをパクったのです。プロ2年目の2019年、与田剛監督からクローザーに抜擢された鈴木はコーチの勧めもあってキンブレルポーズを始めました。キンブレルを知っている人なら鈴木の動作を見た瞬間にパクリと分かったため、鈴木にはすぐさま鈴キンブレルという呼び名が付けられました。しかしシーズン途中にクローザーのポジションを剥奪されて2軍に降格したことから、それ以降はキンブレルポーズも封印。クローザーに返り咲くこともなく、その後のシーズンはパッとしない成績が続きましたが、立浪監督に代わった2022年にはなんとプロ初先発を果たしたのです。先発ピッチャーがいちいちキンブレルポーズをすることはさすがにないと思いますが、鈴木の復活とともにキンブレルポーズをもう一度見たいと願っているドラゴンズファンも意外と多いようです。渡辺裕太郎は若手が多い西武投手陣の中でもさらなる飛躍が期待されている大型右腕です。渡辺が浦和学院高校3年時に出場した夏の甲子園大会、初戦では最速149キロのストレートで仙台育英打線を抑え込みましたが、投球内容に勝るほど劣らないだけの注目を集めたのが彼の投球フォームでした。渡辺本人も公言していることですが、憧れの選手は大谷翔平。全国各地の高校球児が大谷の投げ方を参考にしているはずですが、完成度という点では身長190センチを超える渡辺のフォームは群を抜いています。特にセットポジションでの立ち姿から左足を上げていく部分は大谷そっくりで、仙台育英との試合中から SNS 上では渡辺のフォームに関する話題で盛り上がっていました。大谷2世として注目を集めた渡辺でしたが、プロ初登板は3年目の2021年でした。フォームは若干変化していますが、それでも大谷を彷彿させるという点においては変わっていません。ただお手本だった大谷の投球フォームは渡米直後に比べて大きく変わっています。セットポジションの構えが全然違うほか、全体的にコンパクトで滑らかになっているのです。渡辺がそこまで真似していくことはないとは思われますが、フォームも含めて今後の渡辺の活躍には注目ですね。高井優というピッチャーをご存知でしょうか。2016年の育成ドラフトで新潟アルビレックス BC から巨人に入団しますが、支配下登録選手となって一軍のマウンドに上がる夢は果たせませんでした。実績的には全くの無名と言っても間違いありませんが、日本人メジャーリーガーのパイオニア、野茂の再来を思わせるような豪快なトルネード投法が持ち味だったことから、育成選手ながらも将来的な活躍が期待されていたピッチャーでした。東北高校を卒業後大学へは進まず、地元新潟県内の調理師専門学校に入った高井。軟式のボールは握り続けていましたが、プロ野球選手になる夢を諦めきれず BC リーグのトライアウトを経て新潟アルビレックス BC に入団します。普段の投げ方ではうまく力が入らず安定感のあるフォームを求めていたところ、
野茂英雄のトルネード投法に一目惚れ。インターネットで検索するまでは知らなかったようですが、それもそのはず、他界が生まれた1995年に野茂はドジャースに入団したのです。トルネードを習得してからは遠心力を利用した投球ができるようになり、ストレートは最速152キロまで伸びました。その様子がスカウトの目に留まり、育成1位で巨人入りすることになりましたが、その後は怪我にも苦しんで2020年に戦力外となっています。調理師免許を持った異色のピッチャーが育成から這い上がり、東京ドームでトルネード旋風を巻き起こす姿を一度は見てみたかったものですね。隅田知弘は西日本工業大学出身のサウスポーで、2021年のドラフトでは4球団競合の末、西武が交渉権を引き当てました。2021年シーズン、西武は42年ぶりの最下位に終わりました。打高投低の状況が続いており、チーム防御率は4年連続で最下位。中でも先発左腕は圧倒的に不足しており、隅田の存在は希望の光そのものです。それだけに隅田に対するファンの注目度は自主トレの段階から高く、球団の YouTube チャンネルが公開した初ブルペンの動画には菊池雄星に似ているなどの声が早速上がっていました。キャンプに入ってからもファンの期待は高まる一方のようで、対外試合で見せた切れ味鋭いスライダーには雄星のようだ、腰が引けるくらい強烈などと絶賛コメントが相次ぎました。待望のドラ1左腕で、背番号も菊池が西武時代につけていた16。隅田のフォームそのものは菊池を真似したというほど似ているわけではありませんが、菊池がマウンド上で躍動していたイメージと重ね合わせているファンも多いようです。開幕ローテーション入りを果たし、プロ初登板となった試合でいきなりプロ初勝利を飾るなど、期待通りのスタートを切った後は苦しいマウンドが続いている隅田ですが、今後の巻き返しに注目です。続いても西武のピッチャーをご紹介します。与座海斗は地面すれすれの位置から放たれる小気味良いボールを武器に頭角を現し始めたアンダースローのピッチャーです。西武のアンダースローといえば、侍ジャパンでも活躍しメジャーのマウンドにも上がった牧田和久が有名ですが、与座は牧田のフォームを参考にしてきました。高校時代はサイドスローだったという与座は、大学入学後コントロールに磨きをかけるために腕の位置をさらに下げました。その時から牧田が投げる姿をイメージしながら自分のフォームを固めてきたそうです。与座がドラフト5位で西武に入団した2017年オフに牧田もメジャー移籍することになったため、西武でダブルサブマリンが見れることはありませんでした。しかし渡米する直前の牧田から、与座が自分を参考にしてきたように、これからは与座が誰かに目指されるようなアンダースローになってほしいと、レオのサブマリンのバトンを託されたのでした。入団後は肘の故障に苦しみましたが、2021年にプロ初勝利を挙げると、2022年にはブレイクを果たした与座。牧田のように球界を代表するサブマリンとして活躍していくことが期待されています。日本ハムの長谷川武尊は独特のフォームが話題の新戦力です。2021年のドラフト会議で6巡目で指名を受け入団した長谷川は、左のサイド気味から手だけを使うように投げ込むフォームが特徴。どこかで見た感じがすると思ったら、 DeNA のリリーフとして活躍するエドウィン・エスコバーにそっくりです。パリーグ TV の公式 YouTube チャンネルが、まるでエスコバーと題して動画をアップするほどでした。さすがにエスコバーを参考にしたとは考えられませんが、公式にそっくり3認定されてしまった長谷川。これは長谷川のフォームと言われるような活躍をしていくしかありませんね。ところでエスコバーが来日当時は日本ハムに在籍していたことは意外と知られていないのではないでしょうか。1年目の途中でトレードで移籍したのですが、トレードしてしまったことを悔しく思う日本ハムファンも少なくないでしょう。それもあってか、先ほどの動画には、このエスコバーは手放すなよといったコメントも残されていました。最後はソフトバンクの中継ぎとして活躍する泉圭介です。軸足に乗ってしっかりためを作ってから豪快に投げ下ろすフォームは、同じソフトバンクの武田翔太をお手本にしたもの。大学時代に投げ方が武田に似ていると指摘されたことから、武田の投げ方を参考にするようになり、高校時代は140キロだったストレートが7キロもアップしたそうです。2018年のドラフト会議でソフトバンクから6位で指名され、縁あって武田と同じチームに入ることになった泉は入団会見で、ああいう投手になりたいと話していました。先発武田からリリーフの泉へとつなぐ武田フォームのリレーも見てみたいものですね。いかがでしたでしょうか。選手本人に憧れているからフォームも真似た、投げ方に魅力を感じて自分のフォームに取り入れた、投げていたらたまたま同じような形になった、フォームが似ている理由にはいろいろありますが、いずれにせよ後から登場するピッチャーはお手本にも劣らない成績を残し、今度は自分がフォームのお手本となり受け継いでいってほしいですね。
今後も野球に関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。